こんにちは、なほねえです。今日はですね、2月15日の月曜ライブリレーの続きのところになりますが、小銀座市のがま口の、法制段階ですね、合体作業のところの途中なんですけれども、裏布の内袋と表袋をこう形に縫い合わせたところまではそのライブで説明してますので、ちょっと今回は割愛させていただきますけれども、このね型紙の起こし方とかこの合体の仕方またね別で撮影した方が良ければ、コメント欄の方に書いてみてください。今日はとりあえずそのライブを見た方向けに説明していきますね。で、まず内袋と外袋を作ったら、外袋はこの状態に開いてください。でどちらもここの、マチはこう低アイロンで広げてありますね。で、内袋はこの裏返しの状態でこの内袋の中に外袋をこうはめ込みますね。そうするとこう中表でこっちに表側の生地が来る感じですね。そしてここをこう開いてこっち側も開いてマチを開いてね、でこう合わせますね。こことここが同じ高さになるはずですなるはずでこう待ち針を打ちますね。でちょっとここら辺はねこっちで合わせた方がいいか。ここでまずこう角を指でこう合わせつつここも開いてあっちも開いてこの高さが同じになるところでこう合わせますね。で反対側も待ち針打った方がいいんですけどこう縫う時にぶつかって手から血が出るといけないのでとりあえず片っぽ終わってからもう片っぽやります。でここの V 字のところもこう刺してこっち側同じところにこうね線を描いたところに出てくるようにこう刺します。刺し直しますね。ここ V になってるとこでここを V 字に縫います。どっから V だ。ここからか。ここら辺からよいしょ。この線上をガンガン2回縫ったら1回戻るぐらいでいいので2回縫ったら1回戻るぐらいで縫っててください。この際はこう毎回返し縫いしてもいいかな。糸こきも忘れずにしてくださいね。この重なってるところは重ねて縫いましょう。で片っぽ縫ったらここで、まあ、切っちゃってもいいんですけどこっち側をまず留めますね。さっきみたいに下を合わせてからここねこう合わせて待ち針打ちますね。よいしょ。こっちも両方開いて
高さを合わせて待ち針打ちますね。そしたらここの上の辺なんですけど、片方は縫ってもいいんですが、片方は開けといてください。まあ、全部開けなくても、この半分ぐらいでかな、この半分ぐらいまでは縫っちゃっていいんですけど、ここ返し口で少し5、6センチ残しといてほしいので、とりあえずここを V に縫ったら、ここまっすぐ縫って、またここ V に縫って、この半分ぐらいまで縫っちゃいます。でここもよいしょ、ちゃんと待ち針打っといた方がいいですね。線が書かれてないけど、これでいいかな。あれ、どこ行った。こんな感じですね。こうちゃんと折ってください。ぐるりと縫ってきました。ここで、長い辺の半分ぐらいまで行ったところで玉留めをしますね。でちょっと半分返してここで切りましょう。はい、でここでほぼほぼ縫えましたね。そしたらまずここの V 字になってる、ここの角っていうかね、この頂点の縫い代の半分くらいまで切り込みを入れます。ちょっとこういう風にも入れとこうか。そしてこっち側もね、半分くらいまで切り込みを入れて、ちょっとここら辺も横もちょいとやっておきますね。で、この辺で少し長さに違いがありますよね。ここら辺も切っときましょう。こっちのね、生地は割とこうザクザク切っちゃっていいんですけど、こぎん刺しをしてあるこっちの生地はね、すぐほつれてきちゃうんですよ。なので、まあ、これぐらい余裕があって、ここ何も刺してなければこう切っちゃっていいと思うんですけど、このハサミどうやって使うのが正解なのか私はよくわからないんですが、ちょっとソリが入ってるやつなんですよね。よいしょと、こう口金の部分なんであんまりね、出っ張ってるとやりにくいんで、少し長めにはね、あの縫い代取ってあったはずなので、この辺は切っちゃって大丈夫です。なんかね、ギリギリまで刺してあるのだと、刺してあるところを切っちゃったらね、そこからどんどんほずれてきちゃうんで気をつけてください。ここもいらないですね。でここも少し切っときましょうか。大きめに切ったので、ちょっといいかな。ここもいらないかな。こんな感じですね。はい、でこの間こっちの方にも切り込みを入れました。はい、それではひっくり返しましょう。ひっくり返すのは先ほど縫ってなかったここですね。ここから中をぐる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 っと、まあ、狭いかなと思った方は、最後の一辺を全部ね、縫わなくてもいいです。一回全部表に出しますね。生まれた、赤ちゃんが生まれたって感じですね、これね。そして一回全部出してから、ここの角をこうちょんちょんと、まあ目打ちとかでね、しっかり出してもいいですけど、私はちょっと柔らかい感じでこう指でやるぐらいでいいかなと思います。角を出して、両方ともね、角をこう出してから、今度このね、生まれてきたこの内側の生地をもう一回中に戻します。その前にここをちょっと出しておいた方がいいかな。ここの角とかもこう出してあげてくださいね。ここだね、だんだんがま口っぽい形になりましたよ。そしたらこの内袋を内側に折り込みます。ほら、もうがま口じゃないですか、形がね。でこう、ここの角を指でこうツンツンね、まあ鋭角にしたい方は目打ちを使ってくださいね。ただこう目打ちをあんまり打ちすぎると、こうズボッて穴開いちゃいますからね、気をつけてください。そしてここら辺の角もちょっと指アイロンでこうギュギュって押してください。ギュ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 。でここら辺もよくこうしごいて、指アイロンでいいです。まあアイロン出せる方はアイロンでやってもいいですけど、私はもう結構指アイロンでいいかなっていう感じですね。ここら辺がもたもたしてるかな、こんな感じですね。で最後、ここ今ひっくり返したここのところだけちょっと内側に折って、でここまつり縫いしていきますね。もうやっぱり待ち針で留めといた方がいいかな。指アイロンでと言いましたが、やはりちょっと厚みが気になってしまうので、アイロンかけた方がいいかな。まあ縫ってからですね、どっちにしても縫ってからアイロンかけましょう。
このフレームの中に入らないかもしれないからね。でさっきの糸を、うん、ガマグチ作りもね結構こういろいろやっていくとハマっちゃうんですよ。最初のうちはね、まあ、100均の口金で十分なんですけど、まあ、ここはねあのガマグチで隠れるからそんなにこうあの針目とか気にしなくていいですよ。もう私はこの字ハゲしちゃいますけど、まあ、釣り縫いでも何でもいいです。見えないんでね、とにかく止まってればいいです。初めのうちはあの100均の口金で私もかなり練習しましたけど、だんだんね、100均の口金、まあ、練習にはいいんですけど長く使うって考えたらあんまりねパチンといい音がして閉まるのがないんですよね。だからもうここぞというね時にはいい口金を買った方がいいかと思います。今回の口金はこちらなんですけど、湯沢屋さんで購入した700円ぐらいした口金かなと思うんですが、それも 40% 引きクーポンを使って買ったんで割とお安く買えました。いい口金を使ってね、あの気に入ったものを作ると人にプレゼントしたりとか自分で使うにしても長く使えるのでおすすめです。まあでも最初は100均のでいろいろやってみて、まあ、あの型紙もね一応付属のがあの100均の口金ついてきますが、あまりあの型紙で作ってもいい形にはならないと思うので、まあ試行錯誤をしてね、あとはガマグチやマリさんの型紙を使うとかしてください。はい、できました、できましたよ。じゃあここまでいきました。はい、これがここに入るってことですね。いいんじゃないですかなんかここももうちょっと足りないかなと思ったけど、これはこれでいいような気がしますね。はい、ではここにアイロンかけてしっかり折り目をつけてから口金に入れようかなと思います。今ですね、ガマ口の小道具セットを持ってきましたけど、ガマ口作るのにいろいろまあこう専用の工具みたいのもあるんですけど、こういうね工具もありますが、まあ、なくても、できますけど、やっぱガマ口をちょっと専門的にやりたいなと思ったらこういう感じのものとかこういう感じのものとかはあった方がいいですね。あとこの目打ちなんかは100均で売ってる目打ちを使ってますけれども、目打ちがなかったら爪楊枝でもいいです。あとねこの中いつもこの中に全部を入れてるのに今見たらボンドが入ってなかったんで今日はボンドこれでいきますね。でボンドを使うときはちょっとなんか、まあ、ティッシュじゃあれですけどこうなんか板のところにこう出しといて、あと用紙とかでねやればできますので、まあでも100均とかで先の細くなってる金属も使えますよっていうボンドがあればそれを使うのがいいかもしれないですね。一応大きさを確認、まあ大体一緒であればいいですね。はい、ちゃんと入りそうですね。ではやっていきましょう。まず口金を開いて、ね、まあ用紙でもこんなんでもいいんですけどここに入れますね。用紙の方が良かったかな用紙を今出してくるのがめんどくさい。まあ、あのチューブの先の細いのを持ってる方はそのままチューブをこう入れてくださいね。チューブでこうわーっと入れてこの下側、このね見えてるのかな、見えてないね、こっちの下側とこっちの上側と両面にボンドを塗ります。こんな感じね。ガマ口も私久しぶりな気がする、こうやってボンド塗るの。なんか最近はこうあの編み物系でこうねガマ口作ってやるやつは割と皆さんこう縫い付けタイプが多いんで、こうやってボンドをつけるのがすごいなんか久しぶりな気がしますね。でボンドを塗ってすぐつけるのではなく、ちょっと乾かしてから塗った方、あの貼り合わせたっていうか入れ込んだ方がいいので、こう半分塗りますよね。まんべんなくボンドが入ってるか、まあ、こんな感じ、もうちょっと塗ってもいいのかな、こうまんべんなくボンドを塗りましょう。ただこの生地のところにこうボンドがねついちゃうとあんまりかっこよくないので、この辺のはみ出たやつは今のうちにこう取っといたりしましょうね。ここら辺のはみ出たやつとかはティッシュでこう拭いて、ティッシュで拭くとあれか、
まあ、後でこう手でこうやってもね、綺麗に取れます。この金具についたのは取れるんですけど、生地についちゃうと色が変になっちゃうからね、生地にはあんまりつかないようにしましょう。木工用ボンドでつくのかなちょっともしかしたらこれじゃつかないかもしれないけど、今ちょっと手元にこれしかないので説明のためにこれでやりますね。まあ外れちゃったらまた付け直せばいいんですけど、金属と布がくっつくボンドっていうのがね売ってるので、それを使うといいです。何だったっけな、カネスチックとか言ったかな、なんかねいくつか使いやすいボンドがあるんですけど、ちょっと名前をど忘れしてしまったので、後でもし分かったら説明のところに書いておきますね。こうやって両面塗ってるうちに、だいたい最初にこう塗った方のボンドがだいぶ乾いてくると思うんですよね。でも私も最初のうちはすごいなんか早くはめなきゃダメだと思ってたんですけど、なんかよくよく話を聞くと、こうちょっと乾かしてからやった方がいいということに分かりましてそれから私はちょっとゆっくりとこうボンドをねするようになりました。まあもし外れちゃったらね、もう一回やればいいんです。最後これでキュッて締めるまでは何回でもやり直しが効くので、まあ気長にやりましょう。はい、それでは先ほど確かこっち側から入れたと思うので、どうやってやるんだっけどうやってやるんだっけ、こうですよね。一応まあここから入れちゃいましょうか。こっからこう入れて、まあ、最初は仮止め的な感じでこう指で入れますね。よいしょ、手を刺さないように気をつけてください。はい、ちょっと厚みがギリギリですね。厚みがギリギリです。角型はね、丸型に比べてまだ形がつけやすいと思うんですけど、ちょっとこう寄せながら端っこも入れて、このね角が多分ね分厚くなってると思うので。入れるの大変かもしれませんけど、指を刺さないように気をつけて、マイナスドライバーでもいいと思います。爪楊枝だとちょっと入れにくいかもしれないですね、折れちゃったりとかするので、こう中に入れますね。そしたら一回こう裏返してみて、多分まだここら辺が不十分ですね、入ってんのがね。なのでこう押してきます、ギュッギュッと。特にこの角ですね、この角のところをしっかりと、まあプラスチックの口金とかだったらね、こう中に入ってるのが見えていいんですけど、どうしてもこのね鉄のやつだと見えないですから、こうできる限りこう奥まで押し込んでください。で横もはいちゃんと入ってますね。ちょっとねこう生地が厚いから気をつけてくださいね。指だけは刺さないように。これ刺したらね、さすが千枚同士っていうだけあって、痛い、かなり痛いはずです。こんな感じかな。で、できればこの角がここに来るようにしたいので、もうちょっと上にいらっしゃい。はい、こっち側もまだこの頂点がここに来てないから、ちょっと上に上げましょう。上げますよね、もうちょっと上に来てください。ここら辺ですね。で、ここの線がここに来なきゃいけないから、もうちょっとこれも押しますよ。はい、押しますよ。こっちのこの角がこっちに来るように、結構ねこの作業が地味に大変。こんな感じですかね、入ったかな、だいたいいいかな。そしたら今度反対、こっち側ですね、こっち側も中に入れて、もう最初からここの角にこの縫い目が来るようにセッティングした方がいいですね。いやー結構きついな。指だけは押さないでくださいよ。私の選んだ裏地が
結構厚かったせいもあるかもしれない。でもあんまり薄くてもね、なんかやばい感じになっちゃうから、これで入ると思いますけど、どうでしょうか。あ、来た。よいしょ、よいしょ、よいしょ、ね、ちょっと横にずらしながら、とりあえず内側は入ってきたぞ。外側も入れます。外側からさっきやったんだっけ。ここら辺のやっぱりね、厚みがなかなか、厚みがなかなかって感じで、多少ここら辺はひだが寄ってもいいと思いますけど、ちゃんとね、とにかくこの角がしっかり入ってないとダメなんですよね。これもうちょっと薄い生地でやってればこんなに苦労はないんですけど、あ、いい感じで入ってきたぞ。こっちがこう入ったんならこっちも入ってください、ね、よいしょ。これでね、ちょっとあの入ったからといってパチンと締めたい気もすると思うんですけど、ここでねパチンとこう閉じてしまうと生地がつれてしまって、せっかく入れたものがまた外れてしまったりするんで、はめ込んで紐を入れてからだいたい半日ぐらい、この状態で乾かしていくのがベストですね。まだ締めないでくださいね。今どっちが入ったんだっけ。こっちかな。あ、こっちだったよね。だいたい入ったと思います。だいたい入りましたね。もうちょっと開けとこうか。本当はこの角がここに来た方がいいんだよね。なのでもうちょっと上に、あ、出てきちゃった。これは生地が厚いからやりにくいんですからね。あと私の技術力がちょっと足りないからすごい大変そうに見えますけど、よいしょ。実際いつもね、結構ここの口金に入れるのは時間かかっちゃうんですよね、私はね。で、大体入ったなと思ったら、ちょっとこう内側からこう指で押す感じで、こうふんわりふんわりさせてあげるといいと思います。こんな感じかな。もう大丈夫かな。なんか心配だからもう一回押してみたり、まあもしね、あの取れてしまったらまたもう一回やり直しですね。ボンドつけて、結構キュウキュウに入ってます。はい、これで、真ん中のここも合ってるし、こっちも合ってる。まあちょっと見えてるか。もうちょっと上げとこうかし、ここも糸が出てないからいいかな。こんな感じですね。はい、なんとか入った。そしたらですね、次紐、あと3分でできるかな。紐を入れたいんですが、このままこうこの字型に入れてもいいんですけど、今、こう差し込んだ感じではこことここがすごい厚いんですよ、生地がね。だから今回はこう短い短いと長いで、ここの間は入れないようにしたいなと思います。わかる？こっからここのサイズと、こっからここのサイズを2本、作りますね。で、同じ大きさのものを、だからこれが4本か。4本と、大抵この紐は長めに入ってるんで、4本と、あとこの長いの1本ね。気前のいいところは倍量ぐらい入ってます、はい、でこれを使うんですが、これね一回開いて、紙をただくるくるしてるだけなんで開けるはずです。一回開いてからもう一回、閉じるとふんわりするんですよ。ちょっと時間があるかな。まあこれぐらいでも、本当は全部開いてからもう一回よじるといいんですけど、こういう風にやるとちょっとふわっとするでしょ。で、その状態でここに差し込みます。で、差し込む時にこれが必要になるんですけど、まず中心を入れてここにね入れるんだけど、結構生地がパンパンだから入れなくてもいいかなっていう気もしますね。入るかな。
もう入らないかもしんない入れなくてもいいかもしんない。よいしょよいしょ、ちょっと長いかな。はい、なんとか入りました。こっちもやってみましょう。もう、長いとこだけやったら横は入れなくてもいいような、あ、でも横の方があれか、横の方がちょっと長かったね、これ。こんなに長くいらないかもしれない。横の方がスカスカだったから、そっちに入れた方がいいかな。こっちは割と入りやすいね。入りました。そしたらこの横も一回ほぐしてからここに入れますね。これは割と入りやすいんじゃないかな。ほら、キュッキュッて入った。ちょっと長かったな。無理やりちょっと生地が切れちゃったら嫌だしね。ちょっと短くしとこう。あと一息。ちょっと引っ張ってください。なんとかできましたなんとかできましたと。そしたらですね、この状態で、この状態か、この状態で、半日から1日乾かすと、ボンドがしっかり定着して、いいと思います。ちょっとね、今まだ、あとここら辺のこういう印とかは、まあマーカーによってこう自然に消えるタイプもあるし、水に濡らして消えるタイプもあるし、アイロンかけるって、アイロンかけて消すタイプもあると思うんですけど、それをちゃんと消しますね。そして最終的にこのニッパーで、あ、ペンチでここをね、グイってやるんですよ。グイってこう、こっち向きにかしめるって言うんですけど、ちょっとね、これが最初すごい勇気がいるんですけど、こう内側にこう入れ込む感じ、少しわかるかな。ここがへこんだんですけど、ここをね、こう内側にグイってやるんですけど、まあ、それはちゃんと乾いてからの方がいいです。そしてこれがもしない方は布地を、まあ、これが例えばなんか生地だとしますよね。生地をこう普通のペンチに当てて、でここに当ててこうグイってやってもいいと思います。直接やるとここのね、金属がこうこの形にへこんでしまうのがおかしいので、ちゃんと当て布をしてからグイってやってください。ちょっとこれまだ乾いてなくて怖いのでまだやりませんけれども、ちゃんと乾燥してからここグイってやれば綺麗にできます。はい、ちょっと長編になってしまいましたけれども、これで一応ですね、こぎん刺しのガマ口完成になりますね。まだ乾いてないですが、こんな感じ、軽く曲げてみますとこんな感じですね。マチが結構あるので、ちょっとしたこうお化粧品などを入れておくぐらいのサイズになると思います。普通のガマ口で使うにはかなり大きいですけれども、ちょっといろいろね、お試しになって作ってみてください。
はい、かなり長編になってしまってすいません。本日の動画最後までご覧いただきてありがとうございます。なので頑張ったという方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントなどもお待ちしておりますので、ぜひぜひお寄せください。はい、3回にわたって小銀座市の、ガマグチを作ってみました。いかがでしたでしょうか。それではまたね、チャオチャオ。